はい、皆さんこんばんは。こんにちはでした。はい。ちょっと撮影時間が夜だったため。はい。はい、ハレルヤプロスの津村です。はい、ハレルヤプロスの井川義彦です。はい、始まりました第17回、MTG 対戦バラエティハレルヤコンバット。はい、まああっという間に17回目をおかげさまで迎えたわけなんですが。お、17回目。今回はちょっとフォーマットが特殊ということで。はい、でもちょっと待って、まあでも今回のフォーマットの話をするんだったら、このフォーマットは、まあ先にデッキリストをね、見てもらった方がいいかなと思いますよと。はい、じゃあちょっと早速デッキリストをご覧ください。はい、ババン。おお、おお、どう、ここは入っているのか入っててほしいという感じでね。やっぱまあこの基本地形だけのデッキはマジック最高ということで。そうですね、美しい、うん、最強ですねという形で、はい、はい、今日のフォーマットはモミールベーシック。わー、待ってました。井川さんはよく放送でやってる。そうですね、はい、はい、で今回でもこのモミールというルールを簡単にお伝えすると、はい、ちょっと特殊なルールなんですけど、アバターというこのモミール、ね、ビッグシミールかな、ビジョナリーというミールかな。はい、この能力がありまして、まず初期ライフが4点増えたりとかいろいろあるんですけど、まあ、一番の注目点は X マナで、手札からカードを1枚捨てると、そのマナコストのクリーチャーがランダムで登場する。そう、トークンがね、そうですね、うん、そのトークンたちを使ってゲームをしていくっていう特殊なゲームです。マジックの中でもかなり一風変わったランダム性を楽しむゲームですね。ただ意外と細かい戦闘とか重要ですし、まあ今までのクリーチャー全部出てくるんで、こんなクリーチャーいたんだみたいなのがすごい楽しめるゲームになってます。まあそんなわけで、早速、はい、じゃあ試合やっていきましょうか。はい。まあ今回はね、ちょっとリアルのモミールベーシックということで、はい、まあ、厳密に全部のクリーチャーが出てくるわけではないんですけれども、ちょっとそこだけご了承いただければなと思います。はい。はい、じゃあやっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。じゃあ、子供は先手派、後手派、ちなみに。モミール僕は後手派ですね。後手派か、まあ俺先手派なんで、じゃあ先手もらっちゃうか。うん、ダイスロールしても一緒だもんね。そうっすね。はいはい、じゃあ先手で。お、これいいハンドだな。ちょっと、これ見えます？珍しいカード、これ使えるようになったんですけど、どうやらマジックオンラインで、はい、という形で、まあかなりの高ハンドという感じですね。まあこちらは感動とか特にないまあもみるやなっていう。はい、はい、じゃあお願いします。お願いします。まあ一旦目は特になく終わり。終わりです。はい、まあこのね2ターン目からがね勝負がでですね、マナクリ頼む、マナクリをくれ X2 でドゥドゥドゥーン、バン、お、あ、惜しい、あ、惜しい、こっちじゃない、アゾリウスギルドメイジじゃない。まあでもまあ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 終わり。頼む、アゾリウス。アゾリウスは負けー。見てよ。す。じゃあ2で。2で。はい。バババン。ダーン。ダーン。死にそう。消失1。消失1。消失1ってことは、次のターン。他のクリーチャーが、お、すごい。他のクリーチャーがあなたのコントロール元で出る。でも旅、あ、次のアップキープ死ぬ、これ。次のアップキープ死ぬね。オーマイグッドネス。賞賛じゃないからね。消失だからね。エンドで。はい。ドロー。で、まあ、先手はね、手札1枚分少ないので、まあ、一旦パスするのはこのターンだね。ということで、なんと、引きましたよ、はい、アレッチ。お、珍しい。新顔。エンド。シュッ、シュッ、ボフン。ドーン。ドロー。さすがに勝手に死ぬ人ちょっと入れんといてほしい。じゃあ、こっちは後手なんで、3。はい。お、はい。お、いい、いい、強い。お、え、きつい。リリアのスペクター、きついな。うん、まあまあ、捨てるか、はい。で、終わりです。ドロー。こうなると、もう一ターン飛ばす必要があるから。このゲーム、基本的に8マナを目指して動くので、手札1枚っていうのはかなり大きいんですよね。今、1枚で井川さんディスカードさせられたんで、このまま起動してると7で止まっちゃうんですよね。そう。8を目指そうとすると、1回、もう1回どっかで我慢しなきゃいけない。という形ですね。まあ、要するに手札1枚捨てると、まあ、クリーチャーが1体出なくなる。って考えてもらえると分かりやすいかと思います。なんで、このターンもパスかなぁ。あた。2点。はい。22。あり。これ、リュウチでしたっけ？リュウチだね。あ、結構強い。止めてもよかったな。まあ、いいか。いや、飛行クリちゃんの方が。ほっ。お、なんと、シュッ。シュッ。こちらは。おぉ。お、
ドーン、あ、懐かしい。お、強い。あ、懐かしい。4-7-24でスレッシュールドすると飛行とプライチ。すぐね、スレッシュールドするからね、このか、このゲーム。あと4枚墓地にやるとスレッシュールド達成です。で、はい、2点。22。で、終了です。はい、ドロー。で、まあ、このね、起動型能力が強いとはいえ、毎ターントークン出しますよと。はい、X イコール5。ディスカードは森はいらないかな。はい。バババン。はい。ドーン、強そう。お、派遣か。派遣。ズジューンで、これトークンなんで、さよなら。77トランプル？トランプルないな。77。懐かしいね。仮想のタイタン。あれ？変わり身のタイタンですね。5マナ77、派遣。やばい、ちょっとあのデカさに対抗するすべよ。こちらも、5。5。じゃりーん。じゃりーん。あー、お、デカそう。しかし、今33。スレッシュルドすると66。あー、これターボランドで使われてたやつだね、エクステンデッドの。僕大好きでした。懐かしいね。一応全員でブロックすると倒せる。一応倒す。まあそうだね。ここ、ここと交換みたいな感じだね。すごいか。すごいっす。なるほど。ドロー。うん、まあ全色揃えとくか。シュッシュッシュッ。きれいに6種類揃えて。しましまはネムナークがあるか。しま取っとくか。はい。6！ はい。まあまあ、44飛行でかい、強い、ありー。で、これが3号飛行になるのか、スレッシュールドしたら。あと3ターン後ぐらい。じゃあ殴るか。バーンとゴー。はい、じゃあドローします。お、井川さんはね、ちょっとモミール上級者としては信じられない、うん、森を6ターン目までには置くなと、あれほどあんちゃんが言ってたのに。いやいや、もう最近はね、そういうのないからね。さあ、森はさに出ないから。おじゃねん、おじゃねんだけでしょ。お、強い。じゃげーん。お、警備隊長、はい、3体そんなに。兵士トークンあるかな。ちゃんと用意されてる。そう、ハレリアならね。スピリンないの？ないよ、そんなね。くそー、上級じゃないから。なんとトークンの用意があった。昭和のカード。しかし、さすがに強いな。22が3体。で、22が3体。終わりです。はい。ドロー。スピリないんですってけど。黒は、黒死病の悪魔だけか。あんまり使わない。まあ、普通に、山の方か置いて、沼はもう捨てるか。はい。はい。これタイタンも。ジュジュジュン。バビーン、なんか弱そう。どう見てもバニラ。どう見てもバニラ。なんなら名前がわからない。シビテュリスカーザム。まあよくあるレジェンドのレジェンドって、要するにバニラだよね。まあ、伝説のクリーチャーですからね。これ殴ると4点。フルパンされて、まあ結構微妙だな。なんか殴れなそう、パッと見。悪い。いいんですか。うん、頼む。ちょっとね、結構フルパンでライフが詰まるのも嫌だから。じゃあ7で。7で。おお、はい。おお、おお、でかでかっ。787、そういうゴリアススフィンクス。懐かしいな。これワールドウェイクのカードだよね、確か。ヘックスプルーフはない。ない。そんな上級ではない。おいしいです。でかっ。すごいっすね。787ってなかなかない。87飛行3パンか。どう？しかし、まあ、こっからだからね、このゲームは。さあ、8。運命の。いでよ、アバシン。ドン。よっしゃー、タコ。強すぎ。強い。やばい。これね、タコは、タコは GG。8マナ払って殴るだけのイージーゲームが。だ、こっちはタコを殺せるカードが欲しいんで、頼みます。あれ？いや、ライフ？いや、これ勝てるか？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。 これが16点でしょ？いや、でもさすがにまだ生きてるか。で、1,2,3,4 足りねえ。さすがに生きてるな。16点で、開始。これ、あ、これが1か。あ、違う、ダブルストライク。違う、ダブルストライクだから一方だね。まあ、フルパンしますね。とりあえず、まあ、全員殴らなきゃいけない、変でもないクリーチャーなので。はい。じゃあ、攻撃宣言。まあ、これだね、おおむね。スッスッスッと。お互いダブストだから、これ一方だもんな、6-4で。これはね、個人的に、モミールで最も迷惑なクリーチャーですね。まあまあ、とんでもない。これがブロックで、まあ、トークン1体ブロックして、2、4、2、じゃあ4、6、8点か。
じゃあ先制攻撃で先制攻撃でバーンで合計で8点入って14かなで終了です。あれあ違うあれスペクターは死んでないよ。通ってる。あ通ってる、うん、これがチャンプだから、これが通ってる4、6、8点、12点はいか10、はい、で終了です。アンタップドロー攻撃宣言はい8マナチャン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 おおザーレード28点。こいつほんま、ほんま、ほんま。モミール史上一番嫌い。さすが、さすがモミール。いいよ。これが醍醐味ですな。はい、はい、じゃあ2本目という形で。はい、1本目は負けてしまいましたけど、まあ今日はゆるく全部お手で選べる限り。後手キャラを突き通すよと。はい、じゃあまあもう見せなくていいか初手。終わり。昔ね、俺ダブマリまでしたことあるんだよね。ダブマリは病気ですね。もう一回はあるけど。ちょっとね、他のゲームと間違えてね、山7枚やんと思って、6枚やんと思ったら、あ、2マナ2にバニラですね。バニラですね。バニラですね。墓地にあるクリーチャーって何を、何をおっしゃってるんですか。このゲーム、墓地にクリーチャーカード落ちないんだよな。さあ、2。2。落ちます。シュシュン。うわぁ、デルビッシュ。デルビッシュ。疾風のデルビッシュ。いいね、懐かしいね。昔サイドボードでよく使ってました。昔って、どんだけ昔なんだよっていう。15年前とか。まあ、まあ、基本的に3ターン目はエンドだね、やはり先手は。殴り合おうぜ。いや、殴り合おうぜ。実際殴ってもいいか、ゴミそっちがね、外れの2を引いたからな。外れって、失礼な。じゃあ殴りましょうよ。まあ、8、7連打、7連打でもいいか。じゃあ、一回起動してから考えるか。まあ、一回。起動して殴る。じゃあ、殴らない方がいいと。はい。ドゥドゥン。ブラッ。お、強そう。お、強い。平地。今ない。平地あるとプレイチスピリン？あ、白村でスピリンか。でもこれは、じゃあ、このターンは5か。これ、殴られるとバカだもんね。22になるし。はい。はい、終わり。頼む。飛行に5点みたいなクリーチャー。まあいいね、飛行が出るのはいいね。やっぱ。ほっ。はい。新セットの3マナ1円でも誰これ誰これああピースキーパーピースキーパーだただ、まあ、一旦しかキープできないエンドです。はい、ってことで白1払うと維持できるけど全員殴れない、はい、まあとりあえずこのターンは俺は殴れないのでどうしようかな。もうライフ詰めるプランで行くんだったらこれが次のターン落ちるでしょ。だったらもうクリーチャー展開するか。でクリーチャーを展開してシュッデーンおお怖いピークロピークロピークロじゃあ、おーは殴れないからね。終わりボフンおそろそろなんかね、インパクトフルなカードダメだなおアグロ、アグロプロを取ったのに思ったより殴れないな、これだと。おーおーなになになにドーンおー終わりです。くぅー俺の極北の英文がってなると、これはもうロングゲームになりそうだな。じゃあちょっと、アグロプランやめ。終わり。僕は出しますよ。ガンガン行くぞ。じゃあやめ。じゃあやめですよ。そろそろ、島。ふん、ふん。海賊船おーお何これ黒馬と。何が使える今。青赤が使える。青赤がフライング。でも大体ね、まだ払わないゲームだからね、このゲーム。トップに戻れる。意味不明。白黒が一番強いね、一応。あ、ブロックか攻撃してるクリーチャーを殺せる。そうだね。ザ。はい、2点。終わりです。はい、22と。ドロップ。再生もできる。もう最近はな、もう渡りクリーチャーとか、もういなくなったからな。言ったね。出てこないよ。シュッ。ほら。ドーン。イフ。イフ。真っ黒クロスケみたいなやついますけど6マナ24って何やねん。さすがにフィラだけおいやほんまにいやいや島サイクリング沼サイクリングだからねしょうがないよ。やっぱちょっと出すのはこいつのちょっと戦場じゃないからすごいね。外れも外れいでおじゃねん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 おー強いスパイアゴーレムスパイアゴーレム24飛行で喜ぶ僕ら終わりです。はいはいという感じでじゃあ7ターン目からこっからだねゲームは。ほら
現状ちょっと飛行分こっちが有利ぐらい。そうだね。山はもういいか。はい。フェイジ来い。うーん。フェイジ犠牲ら麻雀七マナ八八。うん、アンタップフェーズにアンタップしない。殺せるもしかして。ね、相手が島ないと殴れなくて、あ、でも島あるからとりあえず生きてはいる。生息条件島だね。はいはい。島あるやん、殴れるやん。まあ、あとなんかいろいろついてるけど、終わり。テキストクソ長いですね。うん。まあ、とりあえずいいか。もし、使われるまで。あれだね。とりあえず起きないから、起きるためにはクリーチャー避けなきゃいけないから、まあ大体殴んないね。ほっ、ほい。あ、アレッジを捨てるだなんて。でででもういらんもんな。でん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 。バラスク。まだまだ55。あ、これけど裏面ないから、平にはなれない。平にはなれない。お、じゃあ。あ、ってことは常に。常に55。まあ、バニラ。2点。エンドで。20。シュッ、シュッ。ドロー。やっぱこっからだよね。はい。モミールは8から。はい。最近のカード。弱っ。探査接近。いや、探査探査じゃないよ、このゲーム。もう、探査とかサイクリングとか。なんやねん、君たち。終わり。ゴミだらけやな、ちょっとこっちの場面。そろそろクローマとか行ってもいいのでは。ん？白黒が、あ、白黒がある。まあ、で、パンプはできる？パンプももちろん、すべてあるため。パンプは白赤。まあ、これでいいのか。これでダブルロックで？いや、飛ぼうかなと思って。あ、飛ぶ？ライフ詰める。お、777の方が早そうでは。お、ライフを詰めるプラン。6を起動しながら。行きましょう。6。なるほど。す、す、6。6。6ですか？6です。うわぁ！おー、リース！強い！やば、やば！先導するね。ちょっと、ちょっと。7点。で7点。13。お、次死ぬんじゃない？エンド。まぁ、あ、パッと見盤面に13ピテンがあるね。やばい。ドローが答えてくれた。っていう感じで、まぁ、あ、まぁ、あ、9ですね。9起動ですね、これは。まぁ、あ、9の方が飛行クリーチャーが8より多いので、9起動します。はい。はい。まぁ、あ、バニラでしょう。いや、そんなわけないでしょ！おい、ティーカー !55 飛行。恐るに足らず。ティーカーのドラゴン。まあ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 、懐かしいね。終わり。これで6マナでバウンスクリーチャーを引いて、しかし、勝利。むちゃんこきついぞ、これ。これ、相手のも数えるんでしたっけ？そうだよ。むっちゃ、おっと、こいつらいいやん。すごいやん。何色って言えばいいんだ何色いや、ちゃんと、チャンプするか、さすがに。さすがにチャンプしそうだけどな。飛んでいくか。うん。テンパンス。まあまあ、チャンプだね。一緒。これだと、生き残るだけか。まあ、ちなみに、トークン何体出るこれ。黒が、1、2、3、4、5体か。黒が一番多いのか。そうですね、パッと見黒。緑、そうだね、黒だね。5体出ると、盤面で死ぬか。チャンプから8キロしかないか、もう、そうなると。合ってる？合ってるかな。はい、7点で6 で、ここ一方で一応6で6はね、6は安全、死ぬことがほぼない。自滅リーチあんまないの。うわっ、誰これ。6055生息条件しまう。うん、まあまあ、こういう昔っぽいから大好き。終わりです。ドロー。うん、黒を残しとくといいのかな。あいつがいるもんね。マナコスト分。そう、マナコスト分いけんさげるやつがいるから。シュッシュッ。8! では、せーの、ドーン。ストロサース。ストロサース、my life is six。 シンデレラ。ジジイ。シンデレラ。シンデレラ。いや、僕ね、リースめっちゃ好きだったんですよ。何、ノーファイヤーズ。いや、普通のファイヤーズに1枚だけ入ってて。はいはい、白入りでね。はい、まあ2枚以上手に入らなかったっていう伝説のカードもうその時マジック始めたぐらいでね。あの、まあ当然極楽鳥持ってないから大体クイリーオンエルフ、ね、いや僕その時はもう揃ってました。あ、もう結構ガチ、じゃ結構ガチガチにやった頃だもん。日戦予選とか普通に出てました、うん、じゃあ3本目も、まあ、私が先行ということで、はい、いいんですか。オフコース。あり。おりです。
あれ X2 ピグミーレーザーバックかわいい21トランプルかわいい癒し系来たかわいい終わりトランプルがなちょっとなんかプロフィシーか21にトランプルあっても何点取るねんって話だけどなさあさあ一応またなんかさっきの前衛を見た気がするぞ疲れてるねこの確率でそんなことある終わりだねカットになったやつかもしれないボーンボーンさあまあこちらはね例によって5点なのでガンガンいこうぜそうだねすうわほらお強そうなんだうわ昔のルールだ3マナ2に先制攻撃で2マナでブロッククリーチャーをタップするって昔ブロッククリーチャーってタップされると、ね、戦闘ダメージ与えないっていう特殊能力があったんですけど特殊能力が、まあ、全然関係ないねもう今なくなったただの2-2ファーストほぼけどブロックしてるやつを寝かすことはできますなるほどねじゃあ警戒クリーチャーをブロックするといいみたいないや意味あるからそうなんです終わりですでも絵がいいよねチラード昔ながらのまあけど先制攻撃で今ねとりあえず止まってるんでそうだねまあ、ここはね、まあ、おとなしく4起動で、じゅじゅん。あら何これ、エンバーイワイルドの陣。でかっ。54飛行、2点払うことによって得てもよい。僕取れる？うん、取れる。そっちが2点払うとそっち行く。お互いだから2点ずつ払い合うのかな。あ、2点でいいの。払うよ、そりゃ。僕、ライフ払うの好きだし。終わり。じゃあ、2点。2点。僕のアップキープに取るんですか？各プレイヤーのアップキープに、そうだ、そのプレイヤーが2点払うと、こういく。テイストないですかない、ないね。マジで、だから、2点払いずつ払い合うだけなんだ。頼む、なんかヘイストつけてくれ。俺は。はい。ヘイストつけるやつ。はっ！おぉ！すごい！うおぉ！ちょっと、やばすぎヘイストつけるにしても豪快だ。きつい。あ、でもまあ、これは次から俺が2点払えば寝たままだから。あ、そうか、そうか。まあ、じゃあ3、4。すごい。10点。10点いきなり。14。終わりです。まあまあ、2点払いますよ。やばすぎ。願いが届いた。ちょっとあのサイクロプスさん強すぎません？いやー。頼む。なんだろう。この盤面止まるクリーチャーがいいな、とりあえず。地鳴らし屋じゃないですか、やっぱり。死んでまう、死んでまう。5、なんか強いの。ジャン！お、強い。お！何これ？なんかラスゴっぽいやつですよね。いやでもちょっと不利な盤面だからな。はいはい。クリーチャーって言うとクリーチャー1体以外は全部死ぬみたいな。いや違うね。ブレイズみたいな感じだね。どっちかっていうと。んあ土地って言うと土地を割くんだ。そう、はいはい、1個ずつ。なるほど。あ押してる盤面だと強いんだけど今押してないからな。終わりか。まあとりあえず44が強いからね。あないや殴るいやそっちがね出てきてフルパンされることを考えるとねライフが持たないかな。ジャンプしてブロックしていや、やっと殴んないね、ここ終わりすこれはあ、取るか2点20で、ゾロどうしようかなじゃあ5ではい、5ダーダンおえ強いドラーナええー、あ、黒ないかとりあえずでもあ、黒起動か関係ないわ飛んでる飛んでる飛んでるだけは素晴らしい8終わりですどうしよううーんはいでアップキープでじゃあ乗ってはいまずこっちから2点払うか2点払って6になってはいこれでコールはクリーチャーかなクリーチャーはいボン、うん、でドローはい飛行クリーチャー、頼むー。うわあ死なない。よし。17。このターン殴んないともう勝てないか。プレイヤーさんだ。17。で、4位も殴る。13。あれ辰吉。アナザーフライング辰吉。ノーフライングーうおー。6。特殊。辰吉どうしよう懐かしい懐かしいかっこいいドラーナもなよくこれレアにしたよな神話あった当時神話あったけどねなんかね変なやつがね神話になっててこいつが通常レアでね当時のドラフトの時にはもう阿炎共感だったんだよねマイナス4してプラス4クリーチャーを殺してこいつがプラスそうだよとんでもないやとんでもないよとんでもないむちゃくちゃむちゃくちゃって言ってすごっ
いや、こいつでしたね、やっぱ、決めは。やっぱね、強いんだよね。達代試合がね。達代試合、突然スーパー達代だからね、これ。全員達代になるって、キングオブ。キングオブ達代。これすごいですね。くー。死は瞬きする間に訪れる。死んだ、確かに。もう死んだ。はい、というわけでお送りした第17回ハレルヤコンバットいかがでしたでしょうか。久しぶりにやったけど、モミールは最高ですね。いや、楽しいです。なんでもうこれ今後もね、これからもやっぱリアルで、リアルのモミールってなかなかね。そうですね、持ってる人少ないですね。井原さんね、台本に目線が落ちた後台本通りに来るから。しかもね、いやしかもなんなら今ね、台本の逆を読んだっていうね。津村さんって書いてるセリフを読んだっていう。いやちなみに僕はゆるキャラなんで台本基本無視してます。めちゃくちゃ。はい、という形でね、まあね、これ結構カードの束で作れる。あ、これランドの方だ。まあまあ、とりあえずランドの束さえあれば、はい、まあ、そう、あとはまあ適当にね、カード買ってとか。そうですね、なんなら手持ちのカードだけで遊んでもいいですからね、はい、ぜひリアルでも楽しんでもらえればいいんじゃないかなと思いますと。はい、はい、ちなみにあの僕が勝ったんで編集長になったりとかってないですかね。許そう。じゃあもう今週1週間は君が編集長や。お、ここがも店長。ここも店長で、ここも編集長で。1週間だけじゃない。なんでこの1週間で上がった記事に関する苦情がありましたら、すべて津村までよろしくお願いします。今週は会社来るのやめとこう。最後に、ハレルヤから告知を。で、現在、ハレルヤチャンネルでは登録者数1万人以上集めて、ハレルヤコンバットに YouTube スペースを撮影してみようという企画を進行中です。おお。なんと、今、チャンネル登録していただけますと、アイコニックマスターズが抽選で当たるキャンペーンも実施しておりますので、よろしければチャンネル登録のほどよろしくお願いします。わー、最近5000人を超えたそうで、すごいね。折り返しして、はい、それも皆さんのおかげですということで、はい、応募は10月いっぱいとなっております。10月いっぱいまでとなっておりますので、はい、ぜひお早めに。はい、というわけで今回、は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。ハレルヤチャンネルではただいまプレゼント企画を行っております。詳しくはこちらの動画をご覧ください。